逆押さえ。横面打ち逆押さえ。正面突き小手返し。両手持ち四方投げ。以上のような訓練を経て8ヶ月ぐらい練習を積みますと、次の基本技が相対的にできるようになります。半身半立ち呼吸投げ。顔面突き肘押さえ。これは後ろ技、手首持ち合気投げ。胸持ち手首逆押さえであります。技は全て剣の利合によって組み立てられてあります。したがってその手に剣を取れば、都市の技におけると同じ要領でそのまま合気独特の剣道となり、その威力を発揮します。これは同一の技を最初棒を持って行い、次に棒を置いて都市で行い、この利合を明らかにしたものであります。合気の剣は準武術の建前から打つ場所や突く場所に制限なく、首でも足でもどこでも攻めます。これは真剣による剣の利合であります。この武道には力の競り合いや揉み合いがなく、稽古は激しいものではなく、男女年齢にかかわらず誰にもでき、また体格の大小、非力の強弱などもさして関係ありません。この女子護身術は非力の女性でも容易に習得することができ、その場その場の必要により一撃相手を打倒することもできます。また軽く相手を抑えて動かさない威力を発揮することもできます。合気道の技は非常に強い効果を持っています。これはいろいろな技を応用したものです。これらの技の裏には呼吸力の働きがあるからです。この呼吸力の働きがなければ、その技は単なる形だけのものとなり、全然技の効果が出ません。この呼吸力というのは技の修練によって自然に体にできるものです。そして必要によって体のどこにでも発現できる一種の集中統一された力であると言えましょう。Hey!
技の数は約3000、その裏技変化の技を合わせると1万を超えましょう。しかしこれらの技がともすれば慣れ合いのように見えるのです。これは技の裏にある呼吸力の存在を知らない人が言うことで、合気道の技法は精妙であります。電光石火の早技は少しの無理もなく極めて自然に行われ、そこには一つの美しいポーズができます。この相手に一矢も触れさせず、自己を少しも損なうことなく、剛柔意のままに相手を制するのが合気道の技の本領でありましょう。